1ネオくん、投資転向の真相が語られる。やっぱすごい。大成してほしい。サンドラのネオ。サンドラでの質問コーナーで投資転向について答えたネオ選手。自分は投げることに興味があって、好きでブルペンに入ったりしてました。ファンの方々からは不安の声がありましたけど、僕は投手が好きです、とコメントしていた。いいね、やっぱ花があるわ。こんなこと言われたら、ファンは応援するしかない。これ聞いて泣きそうになったわ。本当に応援したい選手だよね。周りから色々言われているけど、本人はただ前を見て野球に取り組んでいるネオくんってすごいな。来年の一軍登板が待ちきれんな。ずっとドラゴンズにいてほしい選手。人間ができてるな、絶対不満もあるだろうに。どの世界に行っても活躍できそうだな。しっかりと言ってはいけないことを考えながら話をしてる。やっぱり頭いいんだなって実感させられる。マジでローテ入ってくれ。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。